オッチャーヤンヌりは、ソ連ロシア連邦の駆逐艦である。艦名は、向こう水の、といった意味のロシア語の形容詞である。1975年5月7日、956、サルイチ設計艦体水雷艇の2番艦となる、工場番号第862号艦が、ソ連海軍に登録された。この艦は、1977年3月4日に、 レニングラートの第190造船工場で寄港、オッチャーやヌイと命名された。1980年3月29日には浸水。1982年9月30日には竣工し、11月24日には赤旗受賞北方艦隊に配備された。1985年5月2日から5月6日にかけてアルジェリアを訪問した。 1992年6月26日には、ムールマンスクでオーバーホールが開始された。しかし、ソビエト連邦の崩壊とその後のロシア連邦の不況の影響を直接に受け、オーバーホール作業が完了せぬまま予備役に入れられた。最終的に現役復帰は諦められ、1998年には海軍より除籍された。その後、2003年6月に、 ムールマンスクにて解体された。ありがとうございます。